コールを始めてください。手順通りに進めましょう。よし、レオ、どこに行っても海域に食われた跡だらけだ。仕事だったな。もう終わりか。お疲れ。次も頼む。みんなで帰りを待っていますからね。なんだ。索敵範囲外から怪奇種荒神が。また？こないだ遭遇したばっかでしょ。まるで私たちが引き寄せているような。そんな、こちらに向かって一気に距離を詰めてきています。尋常じゃない速さです。オーナー、どうしますか。今すぐ戻りなさい。変色因子の機能、急速に減衰。
入ったら危険です。誰か救援を。クソ、どうする。頭を冷やせ。
回復に専念しろ。
おかえりなさい。ご飯にする？中型以上の怪奇種荒神を討伐できるなんて、正直今でも信じられないわ。それも一小隊規模で、ひょっとしたら、いや間違いなく世界初の偉業ね。驚くのを通り越して怖いくらいよ。一体何者なのあなたたち。それにあのフィムの力、まだ詳しくは分からないけど、ある程度の推測はできているわ。彼女は人型荒神よ。荒神でありながら我々人と同じ姿形を持つに至った存在。薬剤以降いくつかの報告例があったけれど、いずれも意外での発見だったはず。まさか生存例をこの目で見ることになるとは。グレイプニルが彼女を荷物に偽装していたということは、何らかの思惑があるということね。ただあまりにも情報が少なすぎる。余計なことを話して混乱させたくもないし、とにかくフィムはフィム、区別する必要なんてないと私は思うの。それで納得してくれるかしら。Thank you.
丈夫だ。心配ない。今のうちだ。電動チル、チャンスです。荒波、沈黙寸前、とどめを。一本取ったな。あと少しですね。作戦行動開始から5分経過。ハウンド1、バースト解除は間もなくです。やった。チルの中に沈黙しました。さすがの一言です。楽な仕事だったな。さすがだな。そろそろ戻ろうか。皆さんなら私のサポートなんてなくてもへっちゃらかもしれませんね。全く無駄のない動き、お見事でした。もうすぐ我々の港、クリソンセマムに着くわ。短い間だったけれど、あなたたちには感謝してる。これまでの働きの報酬はきちんと渡すから、安心して。せっかく打ち解けてきたところだったけれど、生きてさえいれば、きっとまた。あなたたちの所有権は、所属する港、ペニーウォートにあることは知っているわよね。
港は消失したけど契約は消えることはないの。さっき正式にペニーウォートの権利者からあなたたちの返還請求が届いたわ。グレイプニルの調停のもと我々の港で引き渡しが行われることになる。ええ、そうね。こんな時代でしょ。混迷しているからこそルールの遵守が必要なの。我々はこれからもフィムをグレイプニルに送り届ける仕事を継続する。あなたたちは契約が更新され新しい港へ配属になるでしょうね。だから我々とあなたたちの契約はクリサンセマムまでということよ。最後までよろしくお願いね。仕事の時間だ。さあ、行きましょう。Thank you.
けるぞ。
事だったな。みんなすごいな。これでは体がなまりそうだ。港の地下エントランスに到着します。これがイルダの港。すげえ。悪くない雰囲気でしょ。あ、この間植えた種が芽吹いてますよ、オーナー。あら、時間の流れはあっという間ね。お、あれって本物のイチゴか。ただいま、ピンナ。お土産は？あ、また忘れたのか、オーナーの忘れん坊なんてね。はい、これ。あー、すっげー。あー、オーナー、ありがとう。こんなもの、どこで？商売柄、流れてくるものっていうのがあるのよ。表では買えないけれどね。へえ、あんた立派な大人だな。子供にとってはでしょうけど。さあみんな、こっちよ。はーい。会わない間に面白いことあった？あ、この子がね、この間すっごくおかしかったんだ。それ言うなって。お前のあれも言うぞ。こんな港あったんだな。ここまで来るのに思ったより時間がかかっちゃったけど、私の誇りよ。ここはイルダ、孤児を集めてるんだな。ええ、そうよ。さまざまな理由でね。ルルのような子もいるわ。彼女もいずれはここで働いてもらおうと思ってる。うちのガキどももここに住めたらいいのにな。それはできないの、ユーゴ。ペニーウォードとあなたたちとの契約は未だ有効なの。それは子供たちも例外ではないわ。ああ、分かってる。あんまり眩しいんで、ついな。ユーゴ、俺らは俺らの道がある。いいものを見せてもらった、ありがとう。
イルダはすごい人だな。自分の港を持つっていうのがどういうことなのか分かった気がした。正直衝撃だった。あんなの見せつけられたら。ああもちろんだ。まずは俺たちの自由を手に入れる。まあそこだよな。一つ賭けをしようと思ってる。世の中がルールと契約で動いているなら俺たちもそれに乗っかるまでだ。俺たちには俺たちにしかない価値があるはず。それを元手にこれから立ち上がるんだ。ああみんなでやるんだ。よしそうと決まれば善は急げだ。